どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。ゴエモンジャパン VS ハルパパクラクラ TV 22-21、残り時間22分、19回、私が20番目の攻撃、最後の攻撃をいたします。こちらの攻撃は私のみ、そして敵チームはタウンホール9の方が3人。私の、陣地の方のタウンホール9はこのように下が5つ空いているという状態でございます。残り21分、どのように傾くのか、ガチでいきたいと思います。3人いるので敵は1回までならいいんですよ。2回取ったらダメなんですよ。でも私たち配置非常にこだわりました。回戦間際までこだわりました。なので配置には自信があります、皆さん。私、我々は。そこで私が1点追加することによって相手に大きなプレッシャーを与えるとともに、私が1ポイント取ることによって相手は3人全員全開を取らなければ勝てないという状況に追い込むことができます。メンタル的に勝てますね。ということで私ガチでいきます。いつもはですね、私ウェーとかね、さよ、なんか釣り出しバイバイとか言ってますけども、うわきた、カズさん、うおー、いいよ、早っ。キヨキヨコールが、いやー見れねー、マジか、おめ、おめ、逃げるんでしょ、うわ、いや、すみません、守ったよ、ほら、マジ、守った、マジ、すごい、どうなってんの、止まれ、この剣よ、止まれ、星を追加するな、うわうわー、ここで22-22、ここで22-22も攻めます、やったります。9回裏2アウトランナー満塁、20番、キヨキヨ、いきやす。私が攻めをミスったら終わりです。私が攻めをミスった瞬間、このクランの勝ちはなくなります。そしてハルパパさんのクラメン2人がまだ残ってます。なので私がミスった場合、引き分けか、負けか、負けの方が可能性が高くなります。よし、やってやるよ。9回裏、2アウトランナー満塁。おっしゃー、いったるで。いったるで、マジで。マジで。マジでね。行くぞ。最高の場面を。皆さんにお見せしましょう。行くぞ。もうクランチャットは見ない。ありがとうみんな。笑顔で会おう。痛々しいな。マジで行きます。あ、見ちゃったよ。まずは偵察から。ですね、ビンゴさんが攻めていて、もうすでに相手の援軍がドラゴン1、バルーン1、バルキリー1、ガーゴイル1となっております。行きます、世紀の対決、一発に、これにガチで全てがかかってます。やったります、絶対に。いくぞ、絶対に取ってやります。ゴビービーネクロ多めの編成です。いくぞ、しゃー、ついに来たか、まさき817さん、よろしくお願いいたします。そしてハルパパアットマーククラクラ TV さん、私が星2を取ります。いきます、4面攻めです。ゴーレムを出します。迫撃砲が着弾したタイミングでボールブレイカーを出します。よし。よし。よし、いい流れ。ここで 10% は取れるだろう。よし、来た。巨爆が外にあるのか。ん?おーし、オッケーオッケー。ゴーレムが生き残ってる。ここはそうだな。これで行こう。よし、オッケー。ナイス、援軍釣り。
よし、オッケー、穴開けします。オッケー、オッケー、慎重に、落ち着いて。オッケー、援軍釣ります。かかってこいや、来い、マジで行く。ネクロセットウィザードゴゴレゴレウィザードでサイドカットアチャクイネクネクロ、待って、なんかもう手がやばい。スケルトントラップを処理します。行ってくれガチで。ここはこっちに使います。頼む、よっしゃ、ババキン、フィスト、いけるだろ。アチャクイマジで頼む、アチャクイマジ動け、お前ガチでお前頼むぞ、お前にかかって、ええ、うわうわうわあ、ちょっとマジでこれはやばい、ガチ終わった、うー、かへったくそ、ま、マジ何やってんのガチ、ほんとにマジ何やってんのガチで、うわー終わった、うわーマジ、ドラゴンが生きてたな、ドラゴンが生きてたってことは、ちょ、声がもうなんかもう終わってますわ。うわーマジでかー、うわマジで、うわーやばい、マジでマジやばいっす、マジやばいっす、うわー本当にもうやばいっす、本当にやばいっす、今もうやばいっす、何？よし、やってやるよ。私が攻めをミスったら終わりです。私が攻めをミスった瞬間、このクランの勝ちはなくなります。そしてハルパパさんのクラメン2人がまだ残ってます。なので私がミスった場合、引き分けか負けの方が可能性が高くなります。